はいはい、どうもペンギンです。マザー2実況プレイ続きやっていきますと、ですね、いろいろ装備とアイテム整理をしまして、こんな感じですかね。エアガンかな、壊れたエアガンがスーパーエアガンになりました。そんなとこかな。強さは装備、大きな守りを国丸に持たせてます。銀の腕輪をね、主人公は多分寝られることはまずないんじゃねえかなって。 HP バカ高いし、まあそんな感じでいきます。で、次向かうところはこいつが知っております。秘密基地あるグレープフルーツの滝のところ、合言葉わし知ってる、月風の古文合言葉家という。そうしたらそのまま黙って3分待つんだ。まあそんだけなんですけど、どう回復アイテムなさすぎ。クロワッサンがね、まあクロワッサンがね5個あるぐらいかなっていう感じです。ってことで、ゲップ、戦いますか。一応ね、スリークの続きなんですけど、アリアリレッドやっけ。あれ、お前。しかもめっちゃ回避高いし。そら固まるわい。あれだもの。グレープフルーツの谷ですね。ひどい匂いか。OK。お、レベルアップ。HP だけか。ラックと HP か。ここっていったっけ？いったね。で、向かう場所は、ここから北ですね。めっちゃグレープフルーツ色。いっぱい来た。アリアリレッドまず倒すか。にじり寄ってくるってなんなんやろうって。プレーン鬼、普通の鬼ってことなのかな。まあまあ強い。粉砂糖って何するんやろ。食べ物にかけて使う。美味しい組み合わせで回復力アップ。あー、あった、調味料。なんかね、効果が上がるんやったかな。なんか、なんかこのゲーム調味料があって、その調味料を合わせるとなんかね、めっちゃ引っ張られたチーズサンドイッチ、あの効果が飛躍的にアップするっていうちょっとした隠し要素があるんですよね。よし。で、この合言葉を言え。あ、くそ。ん？合言葉を言え。この状態で、いいんかな？この状態で3分待ちます。勝ったよね。完全勝ったよね。よっしゃ、3分経った。マップ欲しいね。ここもね、ただ広かった気がするんですけど、マップあるかな。
ゲップの秘密基地やった。マップ。よし、歩きますか。ゲップ様の大好物のハエミツを持ってきたのか？いいえ。じゃあ何をしに来たんだ？ぐちゃぐちゃ。ああ、涙が止まらなくなった。あ、当たらんのよね、攻撃がね。臭い息。やべえ、臭い息やべえ。モルボルやったらやばいし。毒、沈黙、混乱。いろんな状態異常。当たらねえ。ママを思い出していた。ホームシック、ちょっと待って、ホームシックになったやん。ホームシックになるとね、確かオフェンスが下がった気がするんですよね。当たらねー。よし。そう、ホームシックになるんですよ。ああ、せっかく。懲りないやつ、命が惜しくば入れ。グエグエ。あ、入れるのね、普通にね。ホームシックになると、確かね、オフェンスがすごい下がった気がするんですよ。オフェンスとディフェンスがなんか半分とかになるんかな。直す方法は簡単で、お母さんに電話すればいいだけなんですけど、まさかこのタイミングでなるとは思わんかったな。てかソマリがやべえ。グッズ、サイでいいや。ひどい匂いか。お前でかそうやもんな。もう戦いたくないんだが。電話。いいえ。そう、ホームシックはママじゃないと直せない。厄介やな。そういうふうに考えると現実味のあるゲームなんかな。進めねえ。土星さん邪魔だよ。まあまあ。どうしたのかしら、そんな寂しそうな声で。うちが恋しくなったのかな。まあそんな日もあるわよね。セクシーで素敵な声を聞いて元気になりなさい。なった？なったわね。じゃあアイロンをかけてる途中だから。バイ。ホームシックを克服した。じゃあもうついでに回復しときましょう。お！ディフェンススプレー。いいですね、ディフェンススプレー。戦闘中に使うとディフェンスが上がるんですよね。ただでも、黒丸しか使えないので、一撃でジュビシッってやってくれんかな。
催眠術オメガ使わんないけどな、催眠術。避けられたし。なんかいっぱい来たな。アーマーガエルだろ、リキュファイアだろ。アーマーガエル強いんだな。無駄に PP 使いたくないし。うわ、 PP 吸い取られた。こやつめ。粉砂糖か。詰まった。泥付きゾンビ、ピッケフリーズでいけるかな。あー、草倒せんかったか。プレーン鬼意外と強いな。頑張って3分待たないかんとかやったらよかった。ゲップってそういえばあれですよね。お、なんかおる。スーパーマリオメーカーに確か出てましたよね。デヘラーや。デヘラー、デヘヘラー、デヘヘヘラーやったっけ。兵が増えていくんですよね、こいつレベルアップすると。結構好きやった。デヘヘラーぐらいは好きやったかな。おお、すごー、いっぱい夜。 PK みかんだろ、 PK ファイヤーだろ。でいいんじゃないかな。あ、倒せんかった。マジか。うわ、風邪ひいた。マジか。ちょっともう一発、もう一発やるかな。よし、風邪はヒーリングアルファで治ったはずなんですが、成長率微妙やな。よし、風邪治った。ボムを拾って、うおー、デヘラ、デヘラがいっぱいある。デヘラは殴ったらいいんじゃないかな。ディフェンススプレー使っとこうと。あとはもう殴ればいいかな。おい、せっかくソマリにディフェンススプレー使ったのに。クロワッサンで回復しとくか。クロワッサンの回復量すごいからな。なんかすげえ処理落ちしようやけど。うわー、めっちゃデヘラーがおる。やばい、これ全部きた。あれ、ディフェンススペって1回使ったら消えるんや。あ、そうやったっけ。なんか3回ぐらい使ったら壊れるみたいな、そんなアイテムじゃなかったっけ。
お、サイコキャラメル落とすんや、こいつ。お、IQ に嫌がった。サイコキャラメル落とさんのかよ。あんだけ大量に倒したのに。お、ラッキー。ここにね、IQ カプセルってのが落ちてるんですよね。こいつら叩くか。2発ってところやね。ホームシックか。ホームシック、子供の時なりよったかな。なんか宿泊学習とかすごい嫌いでしたね。 IQ カプセル、壊れたレーザー。IQ カプセルを国丸に使います。この壊れた系をね、直してほしいんですよね。お、やった、サイコキャラメル。サイコキャラメルはね、本当に大事ですからね。確か2回攻撃やんね。いいわ、全部一緒に叩こう。ぼーっとしている。オッケー、ノーダメージ。なんかこう一気にガッと上がらんかな。きたー、44。いいね、フラグ回収いいね。土星さんがなんか鎖につながれて、ん？ゲップ、なかなかゲップ様のような汚らしい音が出ないな。ゲップ様はすごいけど、ゲップ様だってギーなんとか様、ギーなんとかグーだろがい。部下だったっていうじゃないか、考えられないよな。すごいな、ゲップの信頼度っていうのがすごいですね。よしよし、一気に上がらんかな。上がらんかったな。サイマグネットか。あら、一匹やったんやな。二匹重なっとんかなと思ったんですけど。ぐちゃぐちゃやね。まずはぐちゃぐちゃやね。結構悪い早めやばいな。よし、倒した。よし、スリーグに送り込んだゾンビをやっつけたのはお前たちだったんだな。なんか時折話しかけてくるやつおるな。くそくそ。涙状態かよ。よし、倒した。よかった、長丁場並んでよかった。まあ程よく戦っていけばレベルも上がりますし、そんなに損でもないかなーとは。いやー、死ぬ？ん？死ぬ？もしかしてなんか死ぬエフェクトみたいなの見えたけど、気のせいか。スマッシュ食らっただけか。ちなみに回復グーッとしてたじゃないですか。あれ、回復が完了する前に戦闘が終わってしまうと、そこまでしか回復しないんですよね、確か。粉砂糖かけて
あ、これ勝手に使われるんやっけ、この座頭って。あ、なんかもったいないことしたな。チューチューマシンって何？バイタルカプセルはね、ソマリかな。バイタルを上げると HP が上がりやすくなるんですよね。国丸のグッズ、狙った敵の体力を吸い取る。体力が多いほどたくさんすることができる。何度でも使える。ほう、カロリーブロックはね、確か回復アイテムだったはず。うん、まあ、いわゆるカロリーメイトみたいなやつやかな。だかな。うーん、使っとくか。ですよね。再配置ですよね。知ってた。くそ、また涙かよ。涙を守る方法、いやでもな、ピッピー使いたくないしな。当たらねー。デフラーはまあ2匹やったら大丈夫か。めり込んで、よかった、めり込んで背後取られるとかなんて、まあ、最悪ですからね。くそ、効かなかったっていうのを見たい。臭い息が効かなかった、効果がなかったっていうのを見たいのにな。もう増えるなよ。なんかこいつ塩かけたら一発で消えるとかないかな。もうボムを投げたくなってくるな。あと一発、あと一発、あと一発。よし、よし、倒した。手強い相手だった。 OK、 HP 一気に15。PK サンダーベータか。このデヘラが可愛く見えるわ。ここにね、マジックバタフライがおるはず。おらん、マジで。もう一回入る。よし、終わった、あったあった。回復しときますか。これでも何回も生き生きすれば、82か。ですよね。54。これだいぶだいぶランダムなので、だいぶランダムが言えんかった。70や、まあ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 、この辺で、この辺でよしとしておきましょうか。ハエミツの配達か。一応いい言葉を言え。疑うわけじゃないけどな。早く言えよ。言えってば。こんなに黙ってるってことはものすごく無口なやつか、敵ってことだぞ、くせ者。おい、ふざけんなよ。
あー、臭い息やだ。もうほんとやだ、臭い息。一発でいいから出てくれ。よし。いっぱいおる。関わりたくない。よし。グエー。お前が皇帝か。そうか。合計合計5。お前がギーグ様を倒すと予言があったらしいぞ。グハグハグハ。ゲハゲハゲハか。笑わせるな。こんなクソったれを。お前やんクソったれ。ギーグ様が少しでも恐れているとしたら。世の中鬼も悪魔もないものか。俺様が今から最悪の戦いでお前を始末してやる。ヘドまみれになって苦しめ。月風に襲われた。催眠術かけてみる？オフェンスアップがあるんか。オフェンスアップしといて、黒丸はね、もう一気に終わらせるでいい。ペンシルロケット。とんでもなく臭い息。お、眠っちゃったよ。おい、眠っちゃったよ、ボスが。ボスが眠っちゃったよ。今つまり眠り状態やっけ。ライフアップじゃない。ヒーリング、ヒーリング。これでよかったっけな。グッズは、サビの素。グッズ。集中マシン。いいや、そのまま打て。気持ちが悪くて。目を覚ました。効果が現れなかった。マジか。ジャベーターをかましてやろう。PK フリーズで一気に決めようかな。おお、よし。ぐちゃぐちゃ。やばい。これはね、PK みかん。で、PK フリーズ、黒丸は、いや、PK、いいや。めっちゃ仲間呼ぶやん。何？効果がなかっただぞ。ふざけるんじゃないよ。こんな感じかな。オッケーオッケーオッケー。まあ、まずはゲップ倒さんとね。よし。どこにおるんや。おい、ぐちゃぐちゃしい、どこにおるんや。ぐちゃぐちゃしい、多分この後ろにおるんやと思いますけど。PK フリーズをかましまくったらいいか。お前、サイコキャラメル持ってねえじゃねえかよ。サイコキャラメル、俺に食わせてくれ。グッズ、特にないな。いやー、臭い息。よし。もうこれも、いや、叩くか。叩いて、フリーズ叩く。空振った。なんとなくそんな気はしてた。なんかそういえばボムがあったね。ボム投げよう。とんでもなく臭い息。PK フリーズ。
連続攻撃、やばい。よし、ここは回復がスキップサンドしかないんか。臭い息は大丈夫だろう。おお、ゲップに当たらんかったか。マジか。ピケファイヤーかな。よし、まあ多分殴れ。もう PP がない。殴れ。あ、でもこれ、国丸得られるな。ヒーリング。ソマリがやられる方がしんどいか。すでにいなかった。これはやばい。これはやばい。これ結構現実的にやばい。あ、そっちじゃない。やばい、これ結構やばい。これ結構やばい。いやー、マジか。え、結構素でやられた。なんで？チャレンジするよ。それはするよ。あー、そっか。忘れとったー。忘れとったー。ハエミツや、ハエミツがいるんや、あいつ。忘れとったー。カムバック、リボーン。直してくれる人どこやったっけ。忘れとった。ハエミツや。ハエミツがいるんや。完全に忘れとった。ちょっとカットして、ゲップの前まで行きましょうか。いや、次回かな。時間的に。うん、次回やね。次回は。もう一回、ゲップ戦います。よし。完全に忘れとった。